透明。透明とは、物体の反対側や内部にあるものが透けて見えること。曇ったり、歪んだりはしているが見える。半透明もあれば、極端な場合にはあまりある物体が存在しないかのように考えられる。転じて、透明な、透明性などの形で、比喩として様々な意味、文脈でも用いられる概念である。特に行政や、 企業の運営状況等の公開に関連して透明性の語が用いられる。一般に透明とは光、可視光線に対してのことを言う。そして光は電磁波の一種であるので科学的に一般化してある物質がある電磁波に対して透明であるとはその物質と電磁波との間に相互作用が起こらず電磁波の吸収及び散乱が生じないということを意味する。 ある物質が電磁波を吸収する場合、その物質は吸収した波長の補色に色づいて見える。例えば、葉緑素は赤色に相当する68700ナノメートルの波長の光を吸収するため、補色の緑色に見える。また、ある物質が電磁波を散乱する場合にも、その物質は色づいて見える。散乱は、物質が電磁波の波長と同等の単位構造を持つ。 時に生じる。例えば水は可視光線を吸収しないためまとまった量では透明に見えるが細かい粒子になると光を散乱するため不透明となる。霧や湯気が白く見えるのはこのためである。したがって透明であるかどうかという評価は対象とする電磁波の波長を特定しないと行うことができない。窓ガラスなどは可視光線に対してはほぼ透明であるが 紫外線はあまり透過しないため、紫外線を感知する生物にとっては透明とは言えない。反対に、もし、X 線を感知する生物がいるとすれば、人は半透明な生物として観察されるであろう。なお、英語の名詞で、透明はトランスパレンスであるが、透明性を表現する形容詞として、トランスパラントとトララスントの二語がある。トランスパラントは、 反対側のものが、はっきり見えるほど透き通っている、トララスセントは、半透明のという、用いられ方だが、これら二語は、単純に、透明、半透明で区別されるべきものではな前者は、トランス、イコールスルー、トーストールに、ラテン語のパレレ、現れるが組み合わされた語であり、透明たる対象を通過して全く同じ像や事象が、立ち現れることを意味する。 後者は同じくトランスマイナスに、ラテン語の緑、明るいもしくはラックス、光が組み合わされた語であり、光が透過することに重点が置かれる。したがって、透光性セラミックスや透過式スクリーン等の表現には、トララスセントがふさわしい。透明な生物は主々存在し、クラゲや、魚、グラスフィッシュなど、サボテンの内部組織などが挙げられる。人体の中では、 透明なものに、葉膜、角膜、水晶体、半透明なものとして、爪があるが、皮膚科的には、相母が乳白色であるのに反し、爪が半透明であることが論じられた。透明ということは、物質が特に密になっているもので、内部反射もない。もし空気があれば、そこから反射するので白っぽくなる。すりガラスに水を注ぐと反射がなくなり透明になる。 薄いシャツなどを着て水に濡れると内部が透けて見えるのはこの理由による。死んだ生物の標本や組織を薬品で透明化しての観察も行われている。骨格を目立たせる透明骨格標本はその一例である。理科学研究所などはより精密な研究にも利用できる透明化試薬を開発している。2011年に発表したスコ・ E スススケケケーーールルルは、スケールから命名した。透明な材料は製造に高い技術を必要とする。ガラス製の容器や宝飾品も大量生産が可能となる以前は貴重な存在だった。現代においては一般的なガラスの他ポリ袋、ラッピングフィルムのような透明な合成樹脂は安価に量産できる。純度や耐久力が高く。 大きな透明材料を作るのは難しいが、科学技術の発展によって様々な透明素材が開発、製造されるようになった。現在では、水族館の水槽に使用されるアクリル樹脂や、光ファイバーに使用される石英ガラスなど、透明度が非常に高い素材が作られている。ビッグバン理論によると、宇宙はできてからしばらくは、不透明であった。ある物質の透明さを評価する単位としては、 故障の水質評価などの簡易的な目的で使用されるメートル学術分野で使用される透過率や光学的深さ、光ファイバーなどを定量的に評価するために使用されるデシベルごとキロメートルがある。故障などでの透明度は直径30センチメートルの白色円盤、石器円盤を水中に沈め、肉眼により水面から識別できる限界の深さを言う。どこでも 簡単に測定することができるが、肉眼による測定であるため個人差が大きい。日本の湖でも透明度の高いマシュ臭湖は透明度120メートルである。ガラスなど一般的な材料の透明度は特定の厚さの材料での入射光と透過光の強度比を100分率で表した透過率で表す。透過率は対象とする光の波長によって異なるため、 どの波長で測定したかを明記する。可視光線の場合、550ナノメートルでの透過率を基準とすることが多い。光ファイバーなど、極めて透過性の高い材料を評価するには、ある波長の光が物質中を 1km 進んだ時、どの程度の光が損失されたかをデシベルで表す。空気の透明度はほぼ 0dB、km。 アクリル樹脂で約100-200デシベル、キロメートル、普通の窓ガラスで約1000デシベル、キロメートル程度である。透明になれたらという空想は、古来、洋の東西を問わず広く存在する。例えば妖精やコロポックルが姿を隠す話、天狗の隠れ身のの話など、民話では姿を隠して、いたずらや悪さをするものの存在語られている。 近代になると SF やホラーの世界においてオブライエン、あれは何だったのか。1859年、H.G. ウェルズの透明人間、1897年のような架空の怪物やガジェットとしての透明なアリが発想され、以来小説や映画でたびたび取り上げられる題材となった。こうしたフィクションにおける透明の陸続けは、その生物、物体を可視光線が透過する。 異次元的な存在であるため、体を人間の視覚が捉えられない、現実や特殊能力で見る側にいないと思わせている、期待や光学迷彩により、周囲、背後の光景に紛れているなどとされる。光学迷彩のように、現実の科学技術が SF における透明をある程度実現しつつある分野もある。現実には完全に透明な存在というのは不可能である。 よくある指摘として、もし透明人間が存在したとすると、眼球が100%光を透過してしまうため、理論上は目が見えないことになるというのがある。見えるようにするためには、光を眼球で屈折させ、網膜で吸収させる必要がある。これらの組織を透明にすることができたとしても、光が屈折、吸収されているため、そこに何かがあるということが分かってしまう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。